さあ皆さんこんにちは、ダイタレです。ペーパーバリオ RPG やりましょうか。さあトップゲームページにチュチュリーナも追加されました。仲間がやっぱどんどん増えていくね。よかったよかった。さあ今日はついにね、ステージ5突入したいと思います。はい、じゃあね、今日はまず港からかな。ここで、準備ができたらゴロツキ港にいるマルコに声をかけましょう。さあマルコにね話しかけて、トロピコアイランドに今から行きたいと思います。そこでついにステージ5が始まる予定です。いやー、どんな冒険になるんだろうね。大海賊の呪いみたいな話だったかな、確かここは。はい、めっちゃ人いる。いい天気だな、出航するにはうってつけだ。この天気のように何事もなければいいんだけどな。いっぱいいる人が、ふふん、やっと俺も大金持ち、出航が待ち遠しい。おもかじいっぱい、とりかじいっぱい、掛け声の練習だよ。はじめまして、よろしくお願いします。おい、こいつバツガルフの部下だろ、これ。やっと夢が叶う。トロピコアイランドに自分の店を出すことになりました。小さくてボロくてもいい。でも一つ心配がある。トロピコアイランドは無人島、お客さんいるのかな。やめとけってマジで、無人島に店出すな。実は僕はお兄さんがトロピコアイランドに行ったきり戻らないんです。トロピコアイランドに行くにはとても怖いけど、勇気を出して船に乗ることにした。お兄さんを探しに来た。いいね、ルイージみたい。ルイージマンション始まるかも。よいしょ。さあ次ここの人、お姉さん、私いつかこの町から、必ずこの町から出ようと思ってた。海賊が出ようと、幽霊が出ようと、私は構わないわ。こんなゴロつきばかりの町よりよっぽどましよう。間違いない。マルコ行くぞ、今から。出発だ。キビ、ちょっとだけ問題が発生したよ。何？どうしたの？この船見たまえ。なかなかのもんだろ。大きい船だよね。すごい。これはマルコン号といって、私が持ってる船の中でも特にお気に入りの船だ。いっぱい持ってんの、船。すごいな、お前。この威風堂々とした姿、感動的ですらある。優雅な曲線を描くこのラインがたまらないだろう。君すごいよね。マリオもこの半分以下の船できたもんね、最初。素晴らしいのは見た目だけでない、その性能も他の船とは比べてトップクラス。なんといっても何があんの、話長いねって話。あ、いや何が問題か。そうや、確かに話か、忘れるとこだった。船の操舵長がいないんだ。トロピコライナーに行くとして、どっか逃げてしまったんだよ。なんでだよ。ちなみに操舵長というのは船を操作する操舵手のことで、一番偉い人のことだよ。トロピカイランドの周辺はただでさえ危険な場所。よほど腕利きでない限り操舵長は務まらない、困ったものだ。マルコの分かるんだ。なんだボムヘイ君、そのことですかね。俺に心当たりがありますぜ。なんだい、コンポピー君、ねえ行ってみたまえ。このゴロスキャンのどこかに伝説の船乗りが住んでるって話聞いたことがあるんですわ。あ、待って、なんか前にさ、煙突から侵入したとこにいた人じゃないのね。え、名前はバレル、なんとも気難しいじいさんらしいですが、どんな船でも自在に操る腕前だって話ですぜ。しかし最近彼を海で見た者はいないんですが、決まりだ。バレル君を探して、ぜひともスカウトしてゲットするんだ。マジかよ、俺が行くんか、もしかして。よし、そこの交渉は船長でもあるマリオ君に行ってもらおう。船長なの？マリオ、みんな騙されていいかな。え、いきなし賛成、大賛成、賛成、いきなし大賛成、賛成。おい、なんだよこれ。ということだ。おい、民主主義きついな。バレル君連れてきてくれたまえ、マリオ君。おい、めちゃくちゃじゃねえかこいつ。どういうことだよ。貿易商人にマルコ、お金持ちで船を何隻も持ってる。このマルコン号はその中でもお気に入りの船なんですって。ね、さっき言ったことやな。バレル君連れてきたまえ。いや、どうすんだ、どこにいるんだよ。ねえ、どこにいるか教えてくんねえぜ。じゃあね、行くしかないかこれ。みんないるね、あの島へ乗り込むらしい。まあマルコさんの船はこの港でも一応の船だ。本当におばあきでも出ない限り大丈夫だと思う。でも海賊王の呪いが本当ならどんな船でもダメなのかな。そうか、呪いが怖いな。バレル、そや、そんな名前の都合での船乗りがいるって聞いたことがある。でももう死んだって噂もある。バレルさんって俺が思ってる人だったらあそこにいる人だよね。家の右側にいる人、昔はよく、ね、マスタービーンの店に来てたよ。時々美人の奥さんが迎えに来てたな。奥さんがいたんだ、バレル。東エリアに住んでた気がする。まあ東エリアの人だと思うけど、酒場でどうこう言ってたから酒場も行ってみるか一回。よし、酒場来た。お、知ってるかバレルさんのことね。えこいつ違うな。マスター、バレルさん知らないですか。バレルさん、知ってますよ。東エリアの壁を越えたすぐところのところにあるのが彼の家ですよ。でも彼のことはそっとしてあげた方がいいと思いますがに。なんだろうね、そっとしておいた方がいいっていう。奥さんが亡くなったとかかな、もしかしたら。奥さんがよく迎えに来てくれてたって話だったけど、結局のところ。さて、東エリア、壁越えてすぐって言ってたよね。壁越えてってのはここの壁だよね。よし、ここの家だ。
煙突の下にあるとこ、お邪魔しまーす。すいません、来てもらえますか。船乗りのバレル、何のことだ、他渡ってくれ。とぼけたらダメよ、あなたがバレルってことはちゃんと聞いてるんだから。そう、マスターにも聞いたよ。ふん、ならわし何の用だ。オッケー、総団長として船に乗ってほしい。お願いします。バレルが他渡ってくれ、わしはもう二度と海に出ると誓った。なんでだよ、そんなお願いだから引き受けてよ、頼むよ。トロピックアイランドまで船を運ぶことができるのはあなただけ。ダメだと言ったらダメだ。なんでだよ、お願いしますよ。ボム兵の船乗り、港の人からは伝説の船乗りって呼ばれてる。気難しいのは聞いただけど、まさかここまで頑固とは思わなかったわ。おい頼むよ、ほんと。わしはもう二度と海には出ぬ。え、これ困った船どうしよう、マジで。どうしよう、マリオ、あの様子じゃ簡単に引き受けてくれそうにないわ。どうしましょう。でもどうして海に出ようとしないのかしら。事情詳しそうな人を探した方がいい。そう、話聞かなきゃいけないんだね、誰かに。俺分かんないことがあるとフランクリ先生に聞いたりするんだよ。偉い学者なんだけど、あ、じゃあ何でも知ってるんだな。フランクリ先生だな、なんか知ってるかも。いや、俺マスターが知ってると思ってたんだけど。お願いします、教えてください。バレルが海に出ないわけ。わしもそんなあやつについて知ってるわけではないからの。そういう話ならマスタービンが詳しいんじゃないだろうか。やっぱマスターのとこ行くんだ、よかった。なんだかんだ言って先生はその次に繋がることを教えてくれるっていういい人だね。まあ、困ったらこの子に聞けばいいんだけど。さあ、バレルさんについてマスタービーンに話を聞こう。ね、まあ、クリスチューニヒが全て解決なんだけどね、このゲーム。クリスチューニ最強だから。よし、お願いします。おいえい。バレルさんが海に出ないわけ？あなた方にはバレルさんに海に戻ってもらいたいと思ってるんですが、うん、そっとしておいてほしいよってだけど、出てほしいんだよ。なるほど、トロピコアイランドに行きたいのですが。確かにあなたの海は普通の船乗りでは無理ですからね。バレルさんでなければバレルなら行けるんだ。すげえ。実はバレルさんには悲しい過去があるのですよ。何やったん？聞きたいです、聞かせてください。はい、そうですが、ではお話ししましょう。実はバレルさんにはスカーレットという名の美しい奥様がいたのです。スカーレットさん、ね、バイオレットさんじゃないんだね。2人はとても愛し合っていました。バレルさんは船乗り ですから長い間家を留守にすることは多かったんですが、スカーレットさんはそんな時も文句一つ言わず、いつもバレルさんを待っていました。大変だよね、船乗りの奥さんって。そしてバレルさんも他の女性には見向きもせず、スカーレットさんだけを愛していました。しかし、なんかあったんか。そう、あれはある寒い冬のこと。スカーレットさんが流行り病にかかってしまったのです。あー、病気か。その時バレルさんは長い航海に出てました。バレルさんが戻ってきた時、スカーレットさんはすでに亡くなっていたのです。あーね。で、もう船乗りたくないになったんだ、それで。バレルさんは妻が死んでしまったのは自分のせいだ。病気の妻を看病できなかったのは自分が船乗りだったからだ。そんな風に考えてしまった。まあ、看病してたらワンチャンって思っちゃうよな、さすがに。一人だったもんな、スカーレットさんは。そしてその後彼は二度と海へ出なくなった。どうしよう。なんで悲しい話なのかしら。そんなわけがあったなんて。今の話を聞いても、あなたは彼に海に戻ってもらいたいですが、まあ、それはそれ、これはこれなんでね。うん。わかりました。それはそれ、これはこれ。マリオ、さすが、さすがヒーロー。そこまで言うなら、これはあなた方に授けましょう。なんすか。古い手紙、スカーレットが亡くなる間際に残したバレルの手紙。おい、渡してやれよ、先に。これはスカーレットさんが亡くなる間際にバレルさんに宛てに書いた手紙です。詳しい内容は知りません。ただ、もしスカーレットさんが亡くなったせいで、バレルさんが自分を責めるようなことがあったら、この手紙をバレルさんに渡してほしいと頼まれた。おい、早めに渡してやれよ、ずっとね、自分責めてたろ。しかし必死にスカーレットさんを忘れとしているバレルさんを見ると、私はその手紙を彼に渡すことができませんでした。なるほどな、マスターできなかったんだ。じゃあ俺がやってるよ、任せて、お願いです。育児たちの私に代わってその手紙をバレルさんに渡してください。ありがとう、マスター。預かった手紙が、行きましょう、マリオ。さあ、行ってくるか、この手紙届けに行こう。奥さん、スカーレット。で、彼女が残したバレルさん宛ての手紙。何が書いてんだろうね。ウィス。なんだ、また来たのか。何度来てもわしの気持ちは変わらん。さっさと帰ってくれ。これ見てくれ。おいえい。なんだ、手紙。うん、わしへか。何？スカーレット？何書いてんの？スカーレット。あなたに伝えたいことがあるので、この手紙を書くことにしました。あなたがこの手紙を読んでるとき、私はすでにあなたのそばにはいないでしょう。
もう自分の死期を悟ってたんだね。あなたが海に出ている間、私がいなくなってしまい、きっと自分を責めていることでしょう。でも私の人生は短かったけれど、一生分の幸せをあなたからもらいました。海に出るあなたをどれだけ誇らしく思ったことでしょう。これからも海に生きて、海と共に。奥さんの手紙を、これからも海に生きて海と共に。ねえ、海に出なくなるなんてしないでってことだよね。すまん、ちょっと一人にさせてくれ。どうしましょう。あ、わしも幸せだったぞ。愛してるよスカーレット。聞こえてる。ごめん、出とこうか。聞かせて出ていこうよ。うん、マリオ聞かせて後ろ向いたね。紳士だったわ。確かにソーダ氏を探してるんだった だったな。目的地はトロピコアイランド。ふん、こんな老いぼろでも役に立つなら好きに使ってくれ。バレルさん、よかった。船は港にあるんだろう。わしは一足先に船を見に行くとしよう。行ってちゃったよ。確かに背中にねえ、ソーダのあれがあるもんな。手紙ね、ほんと大事にしまっとくんやで。なんだかんだ言ってよく見たら、ほら、いっぱい船に関するグッズとかもいっぱい置いてるもんね。ね、やっぱ船乗りであることは忘れられなかったんやのかな。よし。さて、なんだかんだすぐステージ5行くと思ったら、思ったよりね、大変でしたが、今からまた船に行きましょうか。今度こそ始まるはず。今なんかプル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 って来てたけど。ねえ。やっほーって、プニコからだ。マリオさん、元気？プニコはね、とっても元気だよ。ここもいろいろ変わったかも。あ、でもお兄ちゃんがおパパに怒られてばかりなのは、いつも通りだし、あんま変わってないかも。もっとプニコと一緒に遊んでほしいんだけどな。マリオさんは、忙しい人？これからすっごく遠くへ行っちゃったりする？誰も行ったことないとことか行きそう。あー、楽しそう、羨ましい。今度暇な時でいいから、プニコと遊んでね、絶対よーっていう。プニコ。卵くれるんだよ、プニコはいつも。またもらいに行こうかな。ね、クイズするんだよね、確か。またやりに行かなきゃな、クイズで遊んであげなきゃ。さて、あー、もういるいるいる。もう来たよ。いい天気だ。出航するにはうってつけだ。バレルさんのこと喋ってた人も、バレルさん来たことでビビってんのかな、もしかしたら。ねえ、俺は宝よりも宝を目指したまま帰ってこなかったあいつらのことが気になってる。お前もあいつらみたいにお化けの仲間入りしないように気をつけろ。帰ってこなかった人がいっぱいいる。あんたもバカの一人だったんだな。命は一つしかない、大事にしろ。あの家いたら俺の友達によろしく言っててくれ。君もバカな友達がいたんだね。ねえ、ついに出発か。宝は魅力だが、俺には愛する家族がいる。俺も夢は見たいが、危険な旅には出れねえ。夢か、ロマンか、どっちかって。いよいよ行くのか。死なないようにな、オッケー。なんか石油掘りに行った人もね、ロマンを求めて行ってるし、やっぱこの世界を生きていくにはロマン。ねえ、夢がなきゃ生きていけねえんだよ、みんな。みんなも夢持ってっかなあ。財宝を手に入れや、もうせこせこと働く必要ねえんだ。一緒遊んで暮らせる。夢が広がる。そんな子もらえるかな。おもがじいっぱーい。ほとんどマルコのもんやね。でも夢が叶う。トロピカイドに自分の店を出す。あ、これね、さっき言ってたやつ。お前マジ怪しいやつ。はじめましてデフ。ねえ、ダメージ与えとかな。もうお兄ちゃん見つかるかな。あ、僕の兄さんはトロピカイランドにいるかな。どこだろうね。よし、私いつか必ず町から出ようと思ったら一緒の人だな、この人は。よし、ボム兵乗りのバレル、伝説の港の人、船乗り、船を操る腕は確かだよ。いろいろあったけど、なんとか説得できてよかったわ。この海の香り、少し忘れかけていたわ。で、行けるといいな。マルコ、呼んできたよ、俺、ちゃんと。君ならきっとバレル君を連れてきてくれると思った。さすがはマリオ君、君を船長に選んで正解だ。船長なんだ、俺。荷物の積み込みは終わってる。準備は完璧。他に何もなければ出発したい。じゃあ行きましょうか。レッツゴー。それでは出航。目指すはトロピコアイランド。おう、行くぞみんな。おう、来た。うわー、動き出した船が。さあ、ソーダ州バレルの手によってマリオたち、そしてマルコたち一行はトロピコアイランドを目指していく。果たして何が待ち受けてるのか。こちらバッテンマン、こちらバッテンマン。いや、待って待って、やっぱ潜入成功。バッテンブラックは船に乗り込んだ。繰り返す。バッテンブラックは船に乗り込んだ。あの怪しいやつ、やっぱりスパイやったか。
そして始まりますステージ5、トロピコアイランドの大海賊。オンパ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 ン、やっぱり海賊はいるの？どうなっちゃうんだろうね今回。さあ着くのかな、そもそもトロピコアイランドに呪いはあるのかな。怖いよ俺。海パート来た。星月バツ丸日、マルコン号は周囲の反対を押し切ってついに出航した。航海日誌か。これは無謀な航海なのか。意気地なしめ、海の男の勇気を見せてやる。また夜になった。何日も航海するんだろうな。ねえ、夜が来て朝が来て、星月バツバツ日、今日もいい風が吹いている。白い雲と青い海が眩しい。いいね、海水浴、夏海、いいね。まるで我々の航海を祝福しているかのようだ。良い感じ。そしてまた日が経つ。暇やろな、ニンテンドースイッチで遊んどくしかない。星月バツ音符日、航海は怖いぐらいに順調だ。この調子なら明日の朝には目的の島にたどり着けるだろう。3日かぐらいだっけかかると。じゃあ意外とすぐ着くんだね。ね、暇なう。出た、なんかどっか持ってる。うん、いい宝石ギタリッと光る。これなんだろうな、この歌。これなんかあんのかな。マルコずっと歌ってたよね。お祭りだひっけど兄弟だよしこよしってやつ。これなんだろう。赤ひげ3回、青ひげ4回、花火をあげろ、お祭りだ。意味あんのかなこの歌。いい調子だ。だから言ったの、何も恐れる必要はないと。シワは目を目の前、私には見えるぞ財宝の山だ。あ、いい気分だ。一つ私の武勇でも聞かせてやろう。何武勇伝って。何遠慮はいらん。そうだな、超大きな蛇と格闘した時の話でも、あの時ほど身の危険を感じたことはなかった。それはもう本当に大きな化け物がこう今にも私をなんだっけ。あ、そうそう、いつもの話繰り返すのかよこいつは。おいおい、また始まったってマルコの旦那の武勇伝、あの話も昨日も聞いたぜ。逃げる場所がないことだし、我慢して聞くしかありませんよ。きつそう。話を途中で邪魔するとマルコさん怒っちゃうし、同じ話繰り返してるじゃねえかずっと。おじいちゃんか。あれ、どうしてだろう、船が止まりそうですよ。なんでだ、風がないのかな。マルコの旦那、いいですかい。船が止まったようです。どうしよう、手で漕ぐしかない。え、は、止まった。船動かすのは君たちの仕事でしょ、早く解決したまえ。どうすんだバレルさん。船自体に異常ない、わしの腕は錆びたわけじゃないぞ。すぐ調べますのでお待ちを。なんだ、上に登ってるけど、なんか異常ある。見張り台だよねこれって。なんかいい、お化けいる。へへ、今調べてやす。もうちっとお待ってください。あれ、天気もなんかやばくなってきた。なになに、待って、呪いがあるの本当に。え、なんだ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 よ。うるせえな、こっちは知ること中だぜ。うるせえ言ってたら。うわー、お化けだ。どうしよう、ガチでどうしようこれ。出たうるさい、何が出たって。探したらしない。やばい、囲まれてる。キノピオの顔すごいなあれ。やばい、亡霊がいる。やば、出た。か海賊王の怨念。噂は本当だったんだ。どうしようこれ、沈められる船。どうしようわまずいってこれ。マルコどうしたらいいですか。待てるこんなもん、まやしかしすぎん。早く船を動かが。船はどうなの。やばい、増えてきた。まずいって。あなた本当に海賊王の顔色が。マルコ、いやー、お助け。
どうしよう、みんなやばかった、みんな落ち着け落ち着けって、みんなをみんなは落ち着け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 といた、落ち着くのだ、おやばい、え、誰か落ちた、バレルさん落ちた、バレル君、すいません皆さん、慌てず騒がず急がず、体当たり、やばい、落ちてた、あのスパイも、あ、キノコ君も、待って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 、いい脱出、脱出、皆さん自分の命は自分で守ってください、船が沈んだ、マルコンゴ、嘘だろ、どうしよう星月バツ星について気がつくと島に漂着していた。この島が目的のトロピコアイランドだったのでは、あ、だったのは不幸中の幸いなのか。だがバレル君をはじめとする3人の行方がわからない。もしや海賊王の怨念に、ああこれから一体どうなってしまうんだろう。絶望が頭をよぎる。星月バツハート日、我々はようやく落ち着きを取り戻した。翌日打ち上げられたものを拾い集め、塩味のチーズパン、塩味のじゃがいも、塩味のパン、もう海水に浸かっとるやないか、などなど、思いのほか多くのものが打ち上げられていた。これならしばらくは生きていけそうだ。食料があるんだね、よかった。星月丸々日、船の残骸を集めて小屋を作ることにした。これで雨や風をしのげる。バレル君たちの行方は未だわからない。どこかで生き延びていることを願うことだ。みんな生きてサバイバルできてる？星月丸々日、トロピコアイランドに流れ着いてから3日が過ぎて、どうにか小屋が完成した。再びゴロキスキタウンに戻れることを信じて、島での生活を始めた。帰れなくなっちゃったんだから船がないもんな、今。マジどうしよう。ほいえーい。マリオたち、ヒゲ船長、あ、部下か、こいつら。汚ねえ小屋ですが、なんとか完成したそうぜ。こっちに見に来てください。オッケー。ヒゲ船長って言われてんだ、マリオ。どうするべ、トロピカアイランド、南の島だけあって日差しが眩しいわ。青い空、白い雲、この暖かな島でバカンス行きたかったわ。お前、ズミのバカ野郎って叫んじゃいそうな。いや、これ大変だぞ、マジで。なんかある、お、こっちの方なんかありそうですわ。で、この裏やろ、どうせないの。え、すぐ近くに何かありそうですわ。あ、これか、よし、これは、これすめっちゃ便利じゃん。ねえ、チュチュリーじゃすげえ便利やけど、なんもないわって。いや、もうじゃあもう探索しなくていいってことだ。でも一応奥見ときたいな、俺。なんかないの、奥、こっち側。いかにもなんかあり、うお、なんかできた、こんにちは。いや、僕コプロン、南の島はいい天気、こんないい天気の気分も爽快だね。こいつ叩くとなんか単行本みたいに触れなかったっけ、アイテム。ふにゃー、叩かれちゃった。単行本ありがとうございます。なんかマリオストーリーではあったよね、これ。単行本くれたの。よし、いい回復アイテムもろたということで。うい、なんもないか、ここ。さてさてさて、じゃあ小屋見に行こうか。どんな小屋できてんだろうね。船の残骸、マルコン号の残骸から作ったっていう立派な小屋が、あー、意外とでもしっかりしてる。なんか樽もいっぱいあるし、お店もあるやん。ヒゲ船長、マルコさんとコンポビーさんが大変でーす。どうしたの、マルコいるんだ。いつも偉そうにしてる君が、この島にお化けにビビってるとはどういうことかね。なに、でなで、お前だってビビったじゃねえか。喧嘩すんな、喧嘩すんな。ちょっと待った、君今マルコ様をお前と言ったの。お前なんか、お前だ、お前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 、小学生か。ブブブブかー、このバカな野郎、こっちへ来い、決闘だ。おう、やったのじゃねえか、お前の高慢チキだ。鼻をバキバキへしょってやる。喧嘩すな、お前ら。出て出て出て出たーって、またお化けかよ。なになになに、ヒゲの船長、またお化けがうよい出てきたんだよ。お前ら仲いいな。お化け来た、やばいだろこのお化け。マリオ、命令でお化けたち追い払ってくれ。おいえ、おい、戦うのか俺が。なんとかなるやろ。はい、このバターは逃げられない。よし、ハンマー使えない。え、待って、切って踏んで大丈夫かな。熱い、やば、無理だ、やばい、積んだ積んだ積んだ、ちょっと待って、積んでる、これまずいの、マジでまずい、マジでまずい、これ。どうしたらいい、マジで。ノコ太郎しかいないか、頼れる、頼れる男。
待って、一旦あれだ、物知りしとかなあかん。動揺している動揺している俺も。よし、物知り、君は一体誰なんだい。あいあい、でっかいボンヘイいるな。エルモス、青白い炎が不気味な人玉お化けよ。最大ハートポイントは8、攻撃力は3、防御力は0。炎の敵だからうっかり触るとダメージ受ける。もし炎で攻撃したら大変なことありそうで、氷や爆発の攻撃には弱い。攻撃を受けると火がついてしまうことからあるから、うまくガードしてね。どうしようこれ、まずいぞこれ。普通にタイミングわからん。炎になった。タイミングわからんやっぱ燃えてる、まずいわからんタイミングがやばい。マリオ死んじゃう、このままじゃ。これね、スペシャルアタックいこう。囲んでポン。スターで囲んだ全ての敵に。全然わからんけどやってみましょう。スタポン。どうすんの、囲ぶ。うん、すごいすごい。もう一回くらい、よっしゃ、まだいける。強くねこれ、囲んでポン。何回も囲めんじゃん、いく。これしか勝たん。ちょっと待って、これあれだ、ジャンプだけを外した方がいいかもしれない。俺の最強布陣。やるじゃねえか、ヒゲの船長。安心するのはまだ早い。きっと奴らはこの島の中うようよしてる。だがこの島がどうなってるか誰かが調査する必要があるんだ。まずリーダーである私は残るとして。そうだマリオ君、島の調査は君が任されてくれないか。やだ。なんだなんだなんだ。なんかここでバカンスを満喫してるわけでもいかん。誰かがやるようにはならん。ならばここを部屋に決めよう。誰にする。では諸君、マリオ君とその仲間たちが調査に向かう。この意見に賛成の人は手を挙げてもらおう。行き出し賛成、頑張れ。なんでだよということだ。みんな期待してるんだ、頼んだぞマリオ君。ひどいよ。ボム兵のコンポピーや一緒に来た仲間だ、作った村ね。青い海に白い砂浜、お店や屋台もあるから結構快適に暮らせそう。いやでも紫外線の浴びすぎには気をつけなきゃ。日焼け止め塗っとかないとね。今回ここまでにしとくか。じゃあお店開けてよかったな、あんたね。さあ次回このついにステージ5の中攻略していきましょうか。一体この島でどうなるんだ、あの呪いの正体とか何なんだ。ちょっとね、いきなり不穏な始まりですが、楽しんでいきましょうか。また次の動画でおつまようでした。